次の配信で しよう。値上がりしたのか、そういえば。そういえば値上がりしたよね。あれ、サブスク。100円ぐらい上がったんだよね。俺30人ぐらいしてるから3000円ぐらい高まったけど。あ、うわぁ。嬉しい、ありがとう。サブスク OK タイム。サブスク OK。あとなんだ、サブスクも OK だし、ビッツも OK、サブギフも何も、何もかもが OK。すべて許される。いやでもありがたい限りですよ。いつもさ、投げないでいいよとは言ってるけど、あの、もらえるもんはもらってるから。本当にありがとう。本当にありがとう。でもね、高くない？もうビッツ高いやん。だってさ、サブスクがさ、1年のサブスクプレゼントしてくれた人にお礼言わなきゃ。そうだよ。おまあ、サブギフをしてくれた人にはお礼は言った方がいい。じゃあさ、ビッツってさ、だいたいもう 2. 何円なの。いや、どんだけ安く。匿名でしたよ。匿名でしたよ。あ、匿名だったら、うん。匿名だったら無理だ。匿名だったら、誰か知らない、どなたか知らない方ありがとうとしか言えないね、それは。ショムさん知ってるんだ。まあ、あれじゃないの、たまたま見てたんじゃない。このゲーム開示請求 OK タイム。そう、開示請求 OK タイム。開示請求したってありがとう、ありがとう、ベストフレンド。ありがとう、ありがとう、ベストフレンド。なんだなんだなんだ。ありがとう、ありがとう、ベストフレンドなんだ。このゲームね、いいよね。正式な誕生日いるとこか。いただよ。ああ、アファー、ありがとう、アファー。サコくんに。あ、でも、どっちだ、コミュニティギフトか。サコくんが当たったのか。知らない、その歌。匿名は困っちゃうな。困っちゃうな。まあ、いるよ。匿名でやってくれる人いるからね。これさ、このゲームってもしかして。サブギフありがとうね。黄金なんもらえるんですか。黄金はね、確かね、黄金のスタンプがもらえる。黄金のおじさんスタンプ。これだ。黄金のおじさんスタンプ、しかも24時間限定。アベクリマンじゃないか。アベクリマンになるよ。24時間限定、意味わかんないよね。もっとやらせてくれよ。あ、たまらねえな。え、あ、そう、灰色のおじさん。リモちゃんありがとう。嬉しい。1ビッツ1おじさんありがとう。嬉しいね。あ、黄金スタンプだ。パソコンじゃ重すぎてワクワクなやつ。うちの弱々 PC じゃ、え、これやってんの？マジ？俺これさ、気になってんだよね。なんかユニットがいっぱいいて、外骨格ロボットみたいなのもいてかっこいいんだよな。ほらほら、かっこよくない？この外骨格みたいな、まあ、サイズ感的にただのでかいロボット。なんだ？オノーズ2ベクトリー。いい顔してる。いい顔してる。いやーって顔してる。いい顔してる。別のやつだった。それの FPS のやつか。ああ、あれはね、俺も重かったよ。なんかね、最適化されてない感あった。あ、お母さんだ。お母さん。嬉しい。あ、そう、これさ、ちょっと、うるせえうるせえ。この、これ 3D すごいよ、これ。俺は今ヘルテイカーにハマってるから1ヶ月後にやるよ。へぇ、LT がいいじゃん。やったことはないけど、これ 3D マジすごい。やっぱ。いや、まじ、このだ、これ、あのね、これの段階でも俺すげえなって思ったんだけどね、こっからもっとすごいから。感動するよ、普通に。え、すご。え、マジですごいよね、これ。マジですごい。やばいよな。ほら、これやばない？これこれやばいよね。動く絵だ、動く絵。こんなんさ、たまりませんよ、こんなん。これやばいよな、これ。多分これライティングしてこうなってんのかな。エフェクトかな、ライティングかな、どっちだろうね。これすごいわ。主線を入れることによって、あの、絵っぽくなるのがまたいいよね。ここら辺とかさ、ここら辺とかもそうだけど、買ってもある程度はよく必要な系だよね。そう、あ、ラッキーセブン嬉しいな。
大丈夫かな。あ、これ見て、これこれポンチメン、ポンチメンめっちゃ可愛いんだけど、これこれ好き。くっつくウサギたち。めちゃくちゃ可愛い。可愛いね、めっちゃ可愛いよね。真ん中のウサギちょっと困ってそうだけど、ポンチメン可愛いよ。ね、これポンチメン、ね、めっちゃ可愛いよね。ちょっとベノムみたいな顔してるけど、サイド模様的にベノム。あとこれかな、これだ、これアクティブポンチメン、これめっちゃおもろい。これ本当だ、アクティブポンチメン、これめっちゃおもろくない。これあやさんこんばんは、アクティブポンチメン、これめっちゃおもろい。これすごい、これぬいぐるみか、あらぬいぐるみを吹き飛ばしてる。ぬいぐるみってかボールかな。マジでおもろい。かわいい、これかわいいよね。ウサギ吹き飛ばしてるのかと思った。わら。さすがにやばい。それポンチメンだね、それも。ポンチメンの DM にこれ送ろう。これ。ポンチメン。あとこれもシュールだったな。これヘルダイバーさんだけど、このさ。昨日のベクリマンのアボンかわいい。かわいいでしょ。これめっちゃ、めっちゃおろくない。絶対落下死するコードを、エモートで硬直することによって回避するとかいうテクニック、このバグめちゃくちゃおもろい。あ、出た、ポリちゃんのボロボロゆで卵、これ嬉しい。謎テク、え、あ、ポンチメンだ。あ、ポンチメンがビール飲んでる。これポンチメン、これほら、これポンチメンだよ、これポンチメン、これポンチメン、これ大興奮ポンチメン、ほらこれすごい。動きポンチメンだ、動きやばくない、これ飛びすぎだよね、普通にめっちゃ飛んでる。ポンチメンだ、これこれ嬉しい、だいぶ。俺こんなことできないよ、運動神経悪くて。うん、ポンチメンできるよ、ポンチメンならできる。そうだよ、オラ戦えって後ろから喋りかけてるからね、いつも。いやー、セール明日か今日の夜か、今日の夜かな、多分で終わっちゃうからね。まあちらほら買いたいなって思ってるものあったけど、今日まで、うん、いや、あのね、昨日のアベクリマンの4回リテイク動画見せて。昨日のアベクリマン4回リテイク動画、あれはね、メディアだね。あ、バジリスクだ、俺の書いたバジリスク。結構先っすよ、あれ。先っていうか戻んないとね。これでしょ、これでしょ。やばくない？音聞こえる？これサーキュレーター、音やばくない？これゴーッつって、サーキュレーター音やばくね？ゴーッつって。キスマ違うみたいになってる、嬉しい。てめえが聞こえって話かわいいよね、めっちゃ好き。これあの4回リテイクしてる、これ4回リテイク熱い。これこれやね、あげたのはこれ。キスマッチアウグリダメなのに。顔やばくね、顔やばくね、これ普通に顔やばくね、何この顔、俺の顔やばくね。でも嬉しそう、でも嬉しそうだね、その顔嬉しい。いや、この顔嬉しいよね、くっそ面白い。この顔ね、なかなかあんまできない。あ、ごまんつしてる、めっちゃ顎、めっちゃ顎、これ嬉しいね。俺あんまりもうメディアに画像上げてないんだよな、自分の画像。さかのぼってみるか。あ、ウィキシダンスだ。やっぱあんまないっす。LTC。そう、LTC もある。あ、これ嬉しいやつ、これ。これ嬉しいやつ。あ、これ嬉しい、これ。あ、笑うと。
マウスカーソル、おでこんとこあんの嬉しい、これ。そう、マウスカーソル嬉しい。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。マウスカーソル嬉しい、これ。あ、笑うと。あ、本当可愛いよね。あ、本当に可愛い。可愛いぞ、リボン。あ、遡っていくと、一番のりをやたら上げてるな。これはいつだろう。これ1月だ。サーキュレーターの音やばくね。パソコンとサーキュレーターの音やばくない。カコ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 。全然暴力を振るう。悪いことしたら暴力を振るう。あ、これ犬に鼻舐められてる。僕犬に鼻舐められてる。そうだよ。おい、サーキュレーターフル稼働。そうだよ、サーキュレーターフル稼働。サーキュレーターフル稼働だし、パソコンのなんかね、ペイシペイシペイシはね、はるか昔ペロペロ鼻の穴ペロペロ。あ、これペロペロしてくる犬。俺が実家でうんちしてるときにね、めり込んできた。あ、アビクリマンだ。あだ、怖いかも。アビクリ猫顔、猫顔怖いね。うんちの匂い嗅いでたんだ。そう、うんちの匂い嗅がれた。ダメだな、ちょっとしゃくれてる。これいつだ。10月29だ。あ、なんかケーキ食ってる。サーキュレーターのとこうるさ。なんで手で掴んでるの。多分ずるじゃん。この方法で見せるには手で掴むしかないから。あ、鍋と P90 だ。鍋と P90 嬉しいね、だいぶ。本物だ。本物、これ本物だ。これ嬉しくなるよ。あ、猫もいるね。わ、これあれじゃん、コミニャンが誕生日の時で。猫でっくね。あ、猫でかいよ。こいつ7キロぐらいある。こいつマジで重い。この時からね、でかくなってる。あ、プリって書いてある。スターフィールドやってたのか、この時期。スターフィールドやってたんだ。懐かしいな。夏い。パルコフやってる。ドラムやってる。今買ってないよ。今は買ってない。買う予定もないね。あ、出た、これ31。サーティワンアイスのクソでかいの買った報告。バスキンロビンズ5人分みたいなあれじゃなかったっけな、確か。懐かしい。あ、これ高校生の僕ね。これは配信の友達の夏さんと名古屋で写真撮った時の。あ、これ野上と一緒にあれだよ、名古屋の、名古屋じゃないよ、三重か、三重の水族館行った時の。食べたいよね。俺食べてえな、バスキンロビンズ。あ、注文しようかな、アマゾンで。バスキンロビンズ、バスキンロビンズ注文したいね。あ、そう、ノコこのぬいぐるみをいっぱい並べてる。懐かしい。あ、これ大学生の時のボキだね。かわいいね、猫ちゃん。意外と自分の写真あげてるな。意外と自分の写真あげてる。あ、これ、これね、これ。これさ、これいろいろあってさ、これさ、にゃーって言ってて、しかもさ、これ、ここに俺のさ、手にここにうんこついてんだよね。っていう話をしてたの。ほら、うんこついてて俺の手に乗ってんの、これ。でもこれ、実はうんこじゃなかったっていう。これね。いや、これキーホルダーだったんだよね。うんこみたいな、うんこみたいなキーホルダーだった。これうんこだと思ってた。うんこだと思ってたんだよね。うんじゃなかった。あとね、猫に注意しようとするとね、嫌がられるんだよ。そう、うんこみたいなキーホルダーだった。うんこみたいなキーホルダーって何。うんこみたいなキーホルダー、普通に意味わかんなくない。うんこみたいなキーホルダーって。あ、戻っちゃった。猫との写真が多いかな。あ、これ大学生の時の僕だね。大学1年の時の。やばくね、終わってね、ファッションセンス。
やばくない普通に。それだっていいよね。いかつい。それいかつい。なんだこの T シャツ。これね、ニャッチーズっていうね、キャラクターの T シャツ。安倍書き。安倍書き。安倍書き。いや、リボ書きにはね、リボ書きにはかなわないですよ。リボ書きには。フレッシュパックっていうのが、あれか多いやつか。今ちょっとニャッチーズってマジで久々に聞いた。ニャッチーズめっちゃ好きなんだよね俺。好きだったかどちらかというと。あ、俺の足怪我して応急手当てしてるさ。これ足のなんか魚の目みたいなのがあってさ、魚の目とはまたちょっと違うんだけど、なんかね、皮膚の硬いとこあって、そこカットアウトしたら血出て、絆創膏なくてティッシュとダクトテープで止めた。めっちゃ血出たんだよね。うお、はにゃ。あ、なんかアキちゃんの絵描いてる。サバイバルしてる。うん、サバイバルしてる。若干エアガンの写真多いね。まあ、ゲームも多いか。懐かしいな。意外と一番乗り絵俺あげてんだよな。あれシチュー作ってんね。あ、ハイプ受け取った。ほらハイプあれだよ、黄金のおじさんあれできるよ、使えるようになる。嬉しいよ、それってば嬉しい。あ、これこれ俺汚ねえ時の写真。これ俺汚ねえ時の写真だね。これ大学3年か4年ぐらいの汚ねえ時の写真。嬉しい。なんか顔むくんでるね。これ顔むくんでるし、髪めっちゃ短いな。あ、これうまいんだよこのたい焼き。どこのか忘れたけど、めちゃくちゃうまいよこのたい焼き。都内の人だったらね、ぜひ食べてほしい。2023年の3月か。分厚いね。分厚くてうまいんだよ。もっと美味しそうな顔してほしい。ごめんね、なんかそうだよね、ごめんね。あ、唇赤くね。嬉しいな。ご飯とか絵とかが多いね。野上さんさ、2023年の2月頃にももう荒らしてる。この段階でも荒らしてるわ。ダメなのに。懐かしいね。ね、懐かしいねって言うけど、多分リボンちゃんこの頃俺のこと知らないんじゃないの。この頃絶対知らないと思う。配信してた2023。あ、してるか、多分してるよね。まあ、懐かしい。レイド感謝会帰ってた時だ。あ、てかバルヘムやってんじゃん。バルヘムやってるねえ、あんた22年の12月19日にやってるわ。あ、終わった。今やってるよりの前にミスランド行った時。やばい、2体目来た。サイクス屋さんが増えた。これ嬉しい。これ乗り放題やばい。アベクリのね、結構前から知ってた気がする。あ、そうなんだ。でもあれだったもんね、初コメは11月だったもんね、2023。効率も2倍だけど危険度も2倍。嬉しそう。あ、で珍しく人の絵描いてる。珍しく人、なんだこの顔。あ、これあれか、ノコゴから誕生日でもらったやつか。前の方が人描いてたんだよね。これサブスク感謝だ。サブスクしてくれた人の絵を描いて配信にかざってたんだよ。やんなくなったけど、めんどくさくなって。俺は基本的に動物にしか描かないとか言いつつ練習してた時期があったんだな。あの神だ。なんかたまにエアガン。クワガタ、クワガタ嬉しい。クワガタ、クワガタ嬉しいね。
懐かしいな。なんかピカチュウ描いてるし、なんかピカチュウ描いてる。あ、犬だ。あ、スキンヘッドの僕。これあれだ、スタンプになってクレープの、クレープ持ってる俺だ。わあ、めっちゃ懐かしい。あ、500人記念、これ500人記念だった。2022年の途中。うわ、懐かしいな。俺もなんかいろいろやってたんだよね。配信終わりのフォローありがとうとかなんかいろいろやってたけどもやらなかった。結局めんどくさくて。うわ、懐かしいね。そう、大変だからね。だって、ああ、筋肉マッチョだ。下級スタンプ嬉しい。たまんないね、そりゃ。若干歴史を感じるよな。ああ、もうここで終わりだ。また猫の写真撮る。いやー、かわいいね、セブン。最近痩せてきちゃってね。この前、ワシャワシャしてるこで、ああ、バズリスクやば。で、これ PT 時間と JST だから、PT の朝10時は3時でしょ。だから、12の、あ、怒りそう、マジで。マジで怒りそう。ガキ、ディボガキ。かゆ、なんかマジ急にかゆくなったわ。ちゃんとかゆくなった。今日の夜中3時までらしいよ。あとで羽根猫に送っとこ、あれ GTFO。 これね、ザ・フロントもな、やりてんだけどな、やらなそうではある。やりてえけどやらなそう、筆頭ゲーム。まあ地球防衛軍やるとしたらな、結局何買うかって言っても買わなくねって話になってくるもんね。じゃないか、まおい、ハエルちゃんじゃないか、じゃないか、アーバンビクリだよ。やばい、完コピできない、それ難しくて。アーベクリマンだよ。適当にね、ゲーム見てる。ゲームは見ているが、あれっす、何を買うかはわからない。ぶっちゃけ買わなくていいからな、もう。EDF6 今のうち買っとくか。あ、ダメなのに。あ、やろうかに反応して貴様をろう人形にしてやろうかが出てきた。嬉しい。やろうかで貴様をろう人形にしてやろうかが出てきたね。嬉しい、それ。あ、ちょうど気になってんだよね、ワンスヒューマン。明日いろんなゲーム適当に触る回しようかな。ワンスヒューマンね、気になってるんだよ。昨日出たばっかりだよ、確か。なかなかね、まあね、TPS のゲームマジでハマんないこと多いからな、そこだけが不安。まあ無料だから別に不安もクソもないという話。まあ EDF かな。初日に10時間やって倒れた。今日も10時間くらいやって倒れてる。壊れる壊れる、ダメなのに。なんかいろんな要素のさ、ミックスって感じなんでしょ、あれ。ちゃんと面白そうだよな。新しいゲームあんま増やしてもな、結局できないからな。ボーダーランズね、この前ちょっとやりたくなったけど、結局ね、や、買っとくのありっちゃあり。もうヒットマンも、そう、俺ヒットマンもやりてんだよな。ヒットマン、ヒットマン面白いからやりたいんだよね。ヒットマンもやりてえし、フェイデイ3は別に配信じゃなくてもいいし。であと10、ちょうど2週間後か、早いもんだな。まあでも一旦ステイか、買わずに。あ、でもメタルギア、これさ、メタルギア&メタルギア2ソリッドスネークってどういうこと？
あ、だよね、古いやつか。これさ、メタルギアってメタルギアソリッドより前に、いや、そうなるけどでもミラヌンティウスは4つ買ってたよね。どうせ買ってもやんねんだよなって思うと買わなくなっちゃうんだよね。これ一番最初のメタルギアなの、これは最新じゃない、最地ん最古か。メタルギアの一番古いの。メタルギアソリッド2からめちゃくちゃあれだよね、 3D になってポリゴンで。いやー、デルタ楽しみだよな。プレイステーションのゲームでこんだけさ、いろいろできたらそれはおもろいだろうな。戦闘の感じがちょっとおもろいけど、なんだこれっていう戦闘するから。MGS4 はないんだよな。4マジでおもろいんだけどね。さあ、メタルギアソリッドのさ、リメイクさするんだったらさ、あの3のさ、リメイクするんだったら普通に1、2もやってほしいよ。1、2のリメイク。メタルギアソリッドのコレクションってボリューム1があったけど、ボリューム2はあんのかな。なさげだね。あ、これか JP。メタルギアソリッド4やらせてほしい、マジで。4がやりたい。4の質感めちゃくちゃいいからね。でも7時超えとるやん。今日の。退勤したっけ、退勤。ああ、明日はマジで二度寝しない。二度寝したら終わりだもんだって。死ぞ。絶対に二度寝しないと誓う。二度寝したっていいよね。二度寝しないと違うけど、4度寝くらいしちゃった。4度寝いいじゃん。俺ね、二度寝したね。11時に1回起きて12時まで寝た。てか、なんなら12時半ぐらいまで寝てるんだよな。うとうとしてたから、マジでうっとうとしてた。さあ、今日はどうしようかな。今日マジでどうしよう。人間寝とったがいい。人間寝た方がいい。そうだよ、ハヤちゃんも寝ないと。雨で起きるのつえ。爆発する。雨で起きる。どういうこと？湿気？雨の音？ザーで起きんの。それだいぶすごいけど。でもなんかエアコンとかつけないと雨の湿気で目覚めるよな。露骨に目す、なんか熱ってなって目覚める。でも俺エアコンガンガンなので、基本的に。エアコンガンガンにつけているからあんまならない。だからお腹を冷やす。ええやん。何がいいの？ちょっと待って、それは雑だよね。エアコンガンガンの方だと思っていいのかな。目覚めちゃうよね。ええやん。わらわら。やっぱミラってそうなんだよな。アベクリなんて適当にええやんとか言っとけば、まあなんかなんとかなるだろうみたいな。やっぱそうなんだよ、ミラ。ミラはね、いつもそう。俺らを邪険に扱う。適当に。てめえが言ってこいって話ですよ。本当だよ。言ってこいって話ですよ。やるね。今日は可愛いアートしてるところにも行くかい？アートでいいだろう。いつなんか基本飛ばしやすい人がね、それぞれだよね。人はそれぞれだよね。いやでもやっぱそれって言い訳でしかないよ。ダメだよそんな。俺はね、許さない。俺許さない、やっぱり許さない。俺はリボンを許さない。俺はリボンを許さない。俺は一旦許さない。やぶさかではない、この怒りをぶつけたって。
はい、というわけで、今日は3とこ行こう。かわいいアザヤさんのところイラストを描いています。今めちゃくちゃね、かわいい。 今ティル配信してるはずだから。あ、読みちゃった。許さないよ、今日も許さないよ。お疲れ様でした。あ、お疲れ様、ありがとうね。いやさ、今日も来てくれてみんな。さあ、今アイスクリームを受け取らない。許してにゃん、ダメダメ。あ、オツありがとう。ミラもありがとう。あ、コーダ様ありがとう。許してにゃんで済むんだって、警察はいらないからね。あ、スッチン、ペロペロペロ。あ、達也、山達ありがとう。山達ありがとうね、今日も来てくれて。キングフロストスチジャンもあれだね、もうちょ眠いわ。あ、LTC、 LTC 嬉しいな。 LTJ スタンプ書かないとね。いいんだよ。あ、ハネリコはね GT4 やろうね。お疲れ様、やるよ。あ、エコちゃんも GT4 やろうね。あ、ナムさんおやすみ。おやすみね。んん、ほんにょほんにょ。はい、というわけでまた次の配信、早ければ12時ぐらいからね、やると思う。ああ、もう行ってらっしゃい。とりあえずまた次会いましょう。お疲れ様、じゃあねー。